いいね、いいね、最高だね。生産終了から30年以上が経った現在でも世界中の走り屋に支持され続けている AE86。 1トンを切る車両重量に FR という構成はまさにスポーツカーのお手本のような車だ。そんな AE86 をベースにスポーツカーの面白さを追求するべく、カスタマイズ専門店と共同で楽しい1台を作り上げる企画がスタート。現行型の86をベンチマークとし、最新技術で生まれ変わった AE86 が完成した。果たして AE86 は86を超えることができるのか。完成したマシンをチェックするのはレーシングドライバーの堀戸選手と谷口選手。走り屋時代に AE86 で腕を磨き、 AE86 を知り尽くした2人が最新技術で生まれ変わったマシンにどんな評価を下すのか。はい、ガズドットコムで連載している企画の86を超える AE86 を作れという企画のですね、車がいよいよ出来上がりまして、こちら。いや、かっこいいですね。かっこいいですね。かっこいいね。これ新車みたいじゃないですか。新車以上だと思います。新車以上だねこれ、はい。まあ今日はですね、この車ができたということでシェイクダウンがてら、この車の凄さや楽しさってものをね、我々2人で見ていきたいんですが、ただこの1台だけではなく、一応ねその86を超えるというタイトルがあるから、こちらにもですね、今現行の86とそして86の GRMN を用意しております。まさかと思うけど、これでこう競争とかそういうなんかタイムアタックとかするんじゃないでしょうね。競争はしません。競争はしない、はい、ただ、こちらの AE86 の楽しさをですね、より分かりやすくするための物差しとして、こちらに代用しますので、両方乗ってみてですね、今のこの AE86 がどうなのかと、というところをですね、探ってみたいと思いますが。なるほど。ところで堀戸さんは、AE86 に対しての思い入れとか思い出とか何かありますか？AE86 は一番最初モータースポート始めたのはジムカーナで、それが AE86 でしょ、でレースを始めたのも86の N2N1600 ってところから始めて、街でも4台乗りましたから。ドリフトコンテストも出てましたよね。ドリコンも最初は86ですね。ですよね。車の勉強を覚えたのも本当 AE86 です。谷口さんも僕も、一番最初、こういう車で走るというところでの1台目が86だったんで、そこからあれよかれよと5台乗り継ぎましたから。あ、乗ってますよね、はい、結構ね、はい、本当にね、苦労した思い出ばかりです。それはいろいろトラブルとかいろんなことで。そうですね、とにかくね、神経塗装がされる車でした、でも車の勉強にはなる本当に楽しい車でしたね。そうですね、僕らを鍛えてくれた車ですよね。僕らが乗ってる頃こんなになんかね、86が AE86 がメジャーになるなんて思ってなかったですね。いまだにね、大人気ですね。メジュー人気で、いや素晴らしいです。それが、今この現代の、手法ではね、どういう風に作られてるのかと。そうですね、昔とは違うのかというところでちょっとね、掘っていきたいと思います、今回のプロジェクトで究極の AE86 を作り上げたのは AE86 専門店の小清水モータースポーツ。 AE86 マイスターとして名を馳せる代表の小清水さんに、まずは究極の AE86 の仕様を聞いてみよう。どこから始まりました？まずこのこれまず車ドンガラにして、バーベキュー式にするんですけども、それでまずサビもあって、サビを直すところから、あとフル補強、スポット増しですね。骨をしっかりするってことですか？そうですね、スポット増しをして、まずボディを骨格をしっかりした車。これベースは何年式なんですか？これ60年式の後期ですね。後期のレビになりますね。ギリ後期になったところですね。あ、そうです。詳しいですね。出力うるさいですよ。軽い車を作りたいっていうのがあったので、この車、ルーフ、カーボン、ドライカーボン、で、色を塗っちゃってるか分かんないんですけども、実はフェンダーもドライカーボン。ドライカーボン。これ確かにノーマルよりもフェンダー出てますよね。オーバーフェンダーです。出てますよね。30ミリぐらい出てますね。パッと見分かんないけど出てますよね。
それをオーバーフェンダーにしたので、うん、全て純正のものがフィッティングをうまくいくように作った。だから、うん、ここら辺を出すのに、うん、このノーマルサイズステップにちゃんと合うようにここはしぼめなきゃいけないと。そうですね。だからここは切り込んで入ってるんですよね。なるほど、うん、へえ。それに合わせてリアもですよね。あ、そうです、うん、リアは FRP のやつをスムージングして取り付けてる、ね、そうですね。最初リベットみたいなのリベットで、そうです。でスムージングしてノーマルフェンダーにここのオーバーフェンダー引っ付けてると、うん、そうですそうです。へえ。そしてこの辺もあれなんですよね、ドライカーボン。あ、ドライカーボンです。お、すごいね。裏見るとドライカーボン感が、うん、本当だ。これさっき言ってたあの補強とかって、ほら、こう純正のリベットが入ってるじゃないですか。あ、はい、スポットが。スポットね、その間を入れていくの。あ、そうです、うん、純正の間の間にまた足していくっていう形ですね、うんうんうん、追加していくっていう形です、うんうん、スポット増しして、うん、またスポットの機械が入らないとこは、うん、機械式で溶接するんですけど、うん、そこは全部スムージングしちゃってるんで、うん、だから一見見るとみんなよく、うん、ここまでの車作ってスポット増ししないんですねってよく言われるんですけども、うん、全部スムージングしてるんで分かんなくなっちゃってるんです、うん、これレンズとかも超綺麗じゃないですか。これ、レビンは新品ないんでこれ磨きました。磨き、レビンはないってことはトレノはあるの。トレノはあるんですよ。トレノの方はまだ新品買えますね。あ、そう。まあ前回りが全部綺麗になると新しくなると見た目全部変わると思うんですけど、うん、これヘッドライトもヘッドライトも当然新品。新品ですか。そうです、すごい綺麗ですもんね。やっぱここで綺麗なだけで全然違いますよね。この辺がずっと変わるだけで見た目全然変わっちゃうんですよね。でこのグリルは後期の GTV のグリル。そうです、 GTV です。ボンネットもドライですか。ドライカーボン、ドライカーボン、はあ、これもダンパーつければいいじゃないですか。あ、今そういう人の形作れますね、はい、うん、ダンパーするとボンと入っちゃ う、せっかく軽いボンネット使ってるから、うん、折れちゃうかな。いや、すごい綺麗だよ、エンジン。これね、ずっと眺めちゃうね、うん、キャブなんですよ、 FCR キャブ。まあ86の時代はもうすでにねインジェクションでしたけど、はい、うん、今時のキャブなんでレスポンスがめちゃくちゃ良くて、はい、うん、中途半端なインジェクションより調子いいんですよね。ああ確かにね、うん、あとはタコ足かな。めちゃくちゃ綺麗ですよ、駅マニが。これもオリジナルですか。オリジナルですね。421タイプなんですけども、うん、できるだけ頭頂にこだわって、うん、421すごいセクシーですね、うん、この出方がね。これ見た目こだわってます ね、 ね、マスターとかもなんか純正とは違う感じじゃない。これはちっちゃい。そうですね、 FF のカローラ A111 のものをこれをマスターシリンダーを利用して、うん、キャリパーの方のピストン大きくなってるんで、うん、でマスターバッグなんですけどもキャブとかをつけるので干渉しないように、うん、小さくて薄いものを使いたかったのでこれ EP82 スターレットを使ってるんです。流用ですね。これでちゃんと前後のバランス出るんですか。バランスはローターの径で合わせる。取ってこれフロントのキャリパーあれなんですね、純正じゃないですもんね。これはホンダのキャリパーを売る。シビックの、シビックの、シビック系のやつですね。ちなみにこれで大体車重どんくらいなんですか。車重はですね、エアコンもついてるんじゃないですか。はい、エアコンついてるんですけども、うん、860程度でですかね。860、86じゃないですか。86ですね。確かに。でサスペンションもオリジナルなんですよね。あ、サスペンションもオリジナルです。あ、まあ、うちレースの方結構ワンメイクやってるんで、うん、そっちのノウハウの方でショックアブソーバーを作ってるので、あ、まあ、それを基準にして作ってます。うん、まあ、全長調整式のものなんですけども。あ、なるほど、オリジナルでね。オリジナルですね。すごいよね、俺らの頃には全長調整っていう言葉すらなかったね。車高調がなかったよね。なかった。もう基本的にはスプリングって言ったらカット、カット、うん、何でカット。これ糸の子だよね。俺鉄の子。いや、すごい。これ内張りのこれも新品なんですよね。新品です。すごいね。なのドアの内張りは新品です。中はね、なかなかこれ新品が出ないんで、はい、とにかくこのダッシュは、うん、程度のいいのを探すのが大変です ね、割れてないのもね、うん、懐かしい。すごいカーボンだ。これ結構厚めのあれなんですね。あ、その通りです。スリープライぐらいの、そうです。これストリート用なんで、うん、レース用と違って厚めに作ってるから、うん、あんまりポコポコしないようになってますね。これエンジンかかりますかね。あ、かけていいですか。かかると思います。お、すげえ調子がいい。おー、いいね。最高だな。
しびれる 4AG サウンドを聞いた途端、期待に胸を躍らせる2人。数々の AE86 を乗りこなしてきた2人が究極の AE86 をどう感じるか、早速筑波サーキットでチェックしてもらおう。この時点でね、もう車の軽さを感じる。動き出しのね、でね、すごい低回転今使ってますけど、FCR キャブがキャブなのにもたつきがない、何も。キャブサウンド、これもうこのね、音とこの振動と雰囲気だけで、今の車にはない、なんか高揚感があるな。高揚感、素晴らしさがあるね。横の音でも感じるもん。あとね、基本 AE86 ってボロいじゃない、あんまボロさを感じない。やっぱボディをしっかり作り直して、サスペンション、ブッシュ類も全部やり直してるから、もうほとんどリフレッシュされてる状態、レーシングカーと同じような状態だよ ね。かといって、そんなに硬くないね。硬くない、むしろ乗り心地いい。いやいや、なんかほんとしなやかな感じだもんね、横に乗ってても。足に入力がしっかり入るから、実に乗りやすいですよ。現代に、この 4AG でキャブっていうこの組み合わせが、たまらないね。たまんないね、これ。で、すごくトルク感もあってね、アクセル踏んでも全然加速感ありませんけどってことはないね。結構トラクションもあるよね。ボディと足がいいんだろうね。踏めるね、これね。すごくいい、すごくいい、すごくいい。キャブレターのフィーリングと高いトラクション性能に大満足の谷口選手。続いてドライバーチェンジし、オリド選手にも評価してもらおう。こりゃ最高だ。めっちゃ速い。なにこれ、こっから8ステージ300回ることが信じらんないな。ほんと路面がなんかあれだね、吸い付くように曲がってくね。ちょっと回してみよう。最高だと思うよ、これなんとなくこうスパルタンな雰囲気を感じていたんだけど、乗ってみると全然違うよね。全然違うね。いや、コーナーも楽しい。これ気持ちいいよね。気持ちいい。何十年前の車には思えないね。ちゃんともう一回しっかりと今の技術で作り直すと、こんないい車になっちゃうんだね。いいな、これ欲しくなっちゃうな、これ。いや、なっちゃうよね。なっちゃうよ、これ。俺もうなっちゃってる。なっちゃうね、86。高回転まで気持ちよく回るエンジンとハンドリング性能の高さに思わず笑みがこぼれるオリド選手。欲しくなったという言葉からも、究極の AE86 は楽しい一台に仕上がったと言えるだろう。では一体究極の AE86 がどれくらい速いのか、筑波サーキットのラップタイムで検証してみよう。比較するのは86後期と現代の究極の 86GRMN。 まずは谷口選手による AE86 のタイムアタックからいってみよう。
この昭和の AE86 で現代の86を破れるのか。選手は1分7秒3を記録。ストリート仕様の AE86 としては驚異的なタイムと言っていいだろう。 FOR の楽しさというか、これ自分が車を操ってる楽しさがねすごくあって、でとにかくねやる気にさせてくれる車ですね。最高です。そして堀戸選手も AE86 でタイムアタック、1分7秒9を記録した。すごくねボディがしっかりしてて、なおかつサスペンションが非常にストローク感があって、 AE86 独特のねリアのホーシングの動きはあるんだけど、すごく乗りやすい。両ドライバーともに1分7秒台と好タイムをマーク。30年以上前の車とは思えないタイムに驚きだ。続いて86後期と 86GRMN のタイムアタックは谷口選手が担当。86後期は1分10秒7を記録。 AE86 からおよそ3秒落ちのタイムとなった。そして現代の究極の 86GRMN は1分7秒7を記録。 AE86 からおよそコンマ3秒落ちの結果となった。3台のベストタイムはこちら。究極の AE86 が現代の86を上回る結果となった。スポーツカーならではの操る楽しさと速さも兼ね備えた究極の AE86。 30年以上前の車でも車はここまで楽しくなる。これこそカスタマイズカー最大の魅力だ。さあ、こっちのねあの現代流のチューニングが施された、はい、AE86、はい、今日改めてね、うん、この AE86 の軽さが、うん、とても武器だなと。あ、やっぱり車は軽いと楽しいね、うん、ポテンシャルももちろん、うん、何楽しむってところ、はい、が、うん、に直結するなと思いましたね。なるほどね。僕も確かにもうシンプルにこれ乗った時に、うん、なんだろう、こう、まあ、さっきとこうタイムアタックとかも楽しいんだけど、うん、なんか普通にこう街中とかを乗っててもこの軽さは楽しいんだろうな、うん、むしろ街で乗ってみたいなと思う。ギンギンにこうスポーツ走行を楽しむとかではなくて、うん、街でもね本当にこうちょっとハンドリングを楽しむとか、そういう楽しさはやっぱスポーツカーにはありますよね。そうですね、うん、それはもうこう昔から今の車でも変わらずそういうスポーツカーには持ってるんじゃないかなと思いますけどね。だってさっき僕ら2人で乗った時に、うん、2人とも笑顔を絶えなく笑顔だったね。そう。ほんでこれいいこれいいと、うんうん、保有する楽しさもあるし、はい、それをこうねこう休日に運転する楽しさ、うん、そういうのをこういう車には秘めてるんだなと改めて思いました、ね、
なんかあの無理して走らなくても、うん、あのこのついアクセルをブンブンってこう吹かしたくなるこの感じ、うん、そうだね、ほんのちょっとアクセル踏めれば楽しいんだもんね、はい、それでね、だからやっぱり休みの日にガレージから出して、はい、うん、天気いいからちょっと箱根でも行ってみるかみたいな、あ、そういうの最高だね、そんな気になりますよね、うん、まあ、どの車も愛情を注げば、うん、あの、はい、いい車になるということが分かりました、はい、いや、すごいいい経験をさせていただきました。